日本の鉄道は、その高い技術力で世界でも有名で、新幹線だけでなく地方の鉄道も人気が高く、マニアも多いと言われている。しかし、列車は単なる移動手段でなく、乗車して列車の旅を楽しむことが目的にもなり、最近では素敵な列車が日本には多い。中には、豪華寝台列車から足湯付き車両が魅力の鉄道まであるそうで、時間に追われる日々の生活からは、とても羨ましい列車の旅があるようだ。今回は、ここまで豪華かと驚く、すごすぎる特別列車が話題になっていた。では、どうぞ。2017年5月1日から、運行開始予定の豪華寝台列車トレインスイート四季島。上野駅を起点に東日本を周遊するクルーズトレインで、5月と6月は、関東甲信越、南東北を周回する1泊2日コースと、東北、北海道を周回する3泊4日コースの2つが用意されています。旅行代金は、1人当たり1泊2日コースで32万から45万円、3泊4日コースで74万から95万円と高額になっていますが、初日の5月1日発の3泊4日コースが最高倍率の76倍となり、平均倍率も 6.6 倍と、かなり高い人気を誇っています。先日、初めて、車内の様子が報道陣に公開されたのですが、海外でも、その際の映像が紹介されると、Facebook 上で8万回以上シェアされ、再生数も300万回を超えるなど、大きな反響を呼んでいます。コメントも多数寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。美しい。日本の文化は本当に素敵だ。アメリカ。また、日本から最高が生まれたってわけね。イギリス。今この瞬間、あの列車に乗って旅をすることは、僕の人生の最大の夢になったチリ。こんなにかっこいい鉄道車両は、生まれて初めて見た。ロシア。和音を聞かなくてもわかる、この日本感。スペイン。和音、アメージング。私が子供だった頃に乗ってた電車とは、比べ物にならないくらい進化してるのね。素敵。アメリカ。インテリアの美しさが本当に素晴らしい。イタリア。俺は、日本人が好きで仕方がない。独自性を持って、俺たちほど、周りの目を気にせず物事に取り組むんだ。彼らの文化には、いつも感銘を受けてる。しかも、その守り方もちゃんとわかってるし。アメリカ。例えば、アメリカで同じような列車を走らせようとしたら、豪華さはこれの半分で、費用は3倍になるね。アメリカ。日本だから可能なんだって。こっちで走らせたって線路だのなんだのの故障ばかりで、ラグジュアリー感なんて全く出ないもん。アルゼンチン。テクノロジーと豪華さと日本ならではの魅力、そういった要素が見事に融合してるね。イタリア。日本のなんて説明はいらないだろう。こんなの誰がどう見たって日本じゃないか。セルビア。日本には何十年も前から高速鉄道が走ってる。20年くらい前にアメリカにも来るって話を聞いたんだけどな。社会を進歩させることに関しては、俺たちは何かを間違えてるし、日本人は、まさしくやってきているように思える。アメリカ。飛行機のファーストクラス並みじゃないか。なんて美しさだ。アルゼンチン。僕の国に、あんな、豪華で綺麗な列車が誕生するなんてことは、多分、この先3000年以内には起こらないだろう。ポーランド。電車がこんなに美しいものになり得るとは。インド。日本人の体型に合わせて作られてるね。特大サイズのアメリカ人のための列車じゃないのは確か。アメリカ。いいね。素晴らしい。本当に気に入った。一目惚れだ。ポーランド。日本の企業には人を楽しませるっていう発想がある。その点に関しては、私の国とは真逆と言っていい。ウクライナ。こんなの、うちの国の政府関係者には見せられないよな。
見栄のために大金を使って銅、事物を作ろうとした挙句、完成しないまま放置されてお金の無駄になるから。ロシア。イギリスだったらトイレが故障して使えなくなるな。代金は少なくとも日本の5倍になるはず。しかも雪や落ち葉の影響で頻繁に運休になるだろうし。イギリス。値段が5倍になるっていうのはどうだろう。日本では全てが完璧な状態で提供されるんだ。サービスが行き届いてる分、何でも高いよ。マルタ。しかも日本製なら安全だろうしね。日本人なら備品を盗んだりする人がいないから、鉄道会社側としても安心して運営できそう。エジプト。これを超える旅は、世界中探してもそうはないだろうな。カナダ。乗りたいっていうか、もう住みたいってレベルだろこれ。アメリカ。家を担保に借金をする2回目の時が来たようだ。もちろんこの電車に乗るために。美しい。アメリカ。太った人間はお断りと言わんばかりの作りですな。イギリス。すげえ、これは新しい未来の形と言ってもいいよね。フィリピン。金持ちしか味わえない未来だけどな。イギリス。素敵。でも日本人は文化的な人たちで、社内とかをきれいに保とうとするでしょ。こっちで同じことをやっても、サービス面とかいろいろな面で、高い水準を維持できるとは思えない。ウクライナ。イスラエルで走ることになるのは、西暦2200年くらいかな。イスラエル。まだ日本のターンなのかよ。こういう話題はいつだって日本からだ。スペイン。日本って、イギリスよりはるかに進んでるよな。駅の構内だって信じられないくらい清潔だし。イギリス。どうせすぐボロボロになって動かなくなるんでしょ。国籍不明。これ、日本製だから。そんなことはまずありえない。アメリカ。母、あんた日本に行ったことがないだろ。あの国には、ゴミ一つ落ちてないんだぜ。アメリカ。日本はほとんど完璧に近い社会。その最大の理由は単一民族だからなんだと思う。アメリカ。これはすげえわ。何がいいって、計画だけとかあったらいいなとかじゃなくて、こうやって実際に作っちゃったところだよな。イギリス。しかし、ここまで豪華な列車だと、その料金だけでなく、特別なイベントでないと乗車できないので、人生の転機が訪れた時には考えてみたいものだ。列車がここまで豪華になれるって、本当に日本の鉄道のサービスはスペシャルだとは、この記事に出会えなければ知ることもできなかった。いつもながら素晴らしい情報を教えていただける運営者様には、心から感謝の言葉しかなく、より多くの人に感動を伝えたいと思った。